これはお墓だよ。人数分には程遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。
かるなんざバカのやることだろ。リッケルト、さっきはその、すまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけど、ここにいていろいろ、大切なものもできちゃって。気が気でないのはわかってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから、恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このどす黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ。無理やりでも何でも、今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこった。俺はまた繰り返しちまったっていうのか。俺はまたなくしちまってから気がついたっていうのか。またそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ！貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして、村人全員を焼き殺しやがった！女子供に至るまで一人残らず！
確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は神の教義に従い公正に判決を下したまでです。何が公正だ。俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。それを一方的に。天誅だ。貴様にこそ天罰を下してやる。天誅、天誅、天誅だと抜かすか、この不心得者が。僧侶に弓引く廃教者の分際でこともあろうに天誅だと。貴様らのような輩に、いや、この地上では我が法庁を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな。僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。ご名答。素晴らしい。さすがは栄えある聖鉄砂騎士団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか。それもなんつうか、羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえば、ここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王庁から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠はあるさ。根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして必ずここに戻ってきて。確か。
登り切っちゃおう。聖地アルビオン、断罪の塔か。キャスカは俺が必ず。悪そうなのがゾロゾロと。このガキてめえ。まずいよ、子供が。おめえ何者だ、あのガキの仲間か。変なのに巻き込まれちまったな。エコスケ、お前食い物持ってるな。お礼はそれでいいぞ、気を使わなくても。うお、お前エルフなのか。なんだあのバカでっけえのは。剣なのか。すごすぎる。やべえ、クシャーンの奴らだ。囲まれてる。ほれ、ガキンチョはこっち、じっとしてて。何言ってんだよおめえ、わかんねえのかこの状況が。ぶっ殺されんぞ。何なんだおめえは。道を上げろ、急いでんだ。
主義くだらねえことで時間食ったぜ。ちょ待てよ、お前一体。追うな、もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。見つけた。あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。石泥。お前昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か。弟子入り志願か。それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。なんじゃねえ、俺は人の下につく気はねえ。剣持ってんだな。剣士になりてえのかお前。人は斬ったことあんのか。なめんなよ。人の一人や二人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい待ってくれよ。異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りえるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうとも、ただひたむきに神のためにやり続ける、それが信仰というものです。小僧、剣士目指してるのか。ならエルフ次元流七段の俺が剣を教えてやる。なんだそりゃ。腰を入れて初立ちに全てをかけて気合とともに繰り出す。これぞ無名サック試験。なあ、この化け物たちは何なんだ。たたられるようなことした覚えあんまないけど。別にこいつらお前や俺に恨みがあるわけじゃねえ。死んでバカになっちまってるから見境がなくなってるだけさ。
さて追っ始めるか。容器につられて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁に深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒、使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て、そらどういうこった。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも居ぬとも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。職が模されようとしていた。あれが
一だ。残念だが、この祭りの筋書きを変える法は人の手にはない。仏よとは水面に移りし月影のごときもの。月影を消すことはかなわぬ。月がすでに天にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そしてあれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影、死せる太陽に照らされし彼の地より遠く地上に差したる影に過ぎぬ。要するにあの時と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして図らずもここにいることが何よりの証し。すでに我らは因果の流れの中だ。知ったことか。それにあんた忘れてるぜ。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがくものってのはよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたもそうだったよな。だが俺もキャスカにきっちり生き残ってるぜ。あの時は確かにあんたの力を借りた。だが今度は俺が自力であいつを救い出す。そして外に身を置いているのだ。存外お前は水面に映りし影ではなく、水面を波立てる魚やもしれない。やがれ。忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ。やっぱいいや。気のせいかな。あのおじちゃん、なんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う。それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は。
おお、見えてきたぞ。あれが断罪の塔ってやつかな。全員捕らえろ。邪教徒どもを逃がすな。告発があったのだ。貴様らを査問にかける。ああ、カツ、あれ邪教徒狩りか。それにあいつら見覚えあんな。部下たちが進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て。よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。わかった。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った。夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を。彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当たられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。